させます。こういう感じに出てたお腹が、いただきます。さあ今回はですね、ちょっと決意表明のために動画を撮らせていただきました。というのも、私ですね、多分このごはんチャンネル始めて5年ぐらい経つんですけど、その5年間の中で現在一番太ってます。体重で言うと 4.5 キロぐらいね、増してます。でも 4.5 キロも太ったらさすがにみんなに気づかれると思うんですけど、私普段からね、あんまりね、こう体のラインが出ない洋服を着てるっていうのと、腕とかにあんまり肉がつかないんですよ。なのであんまり分かりにくいんですよ。けど私が太った時にどこにお肉がつくかというと、腹なんです。まあこういう話をすると、まあまたまたみたいな、そんなちょっと出たぐらいでしょうぐらいに言われるんですけど、実際にもう女友達とかにお腹見せるとみんな絶句みたいな、ちょっと写メ撮っていいぐらいにびっくりされるぐらい。例えばね、あのね、ガキよ、もうガキみたいな話してる今で、こうなった要因が、今イベントでこう全国ツアー回ってるんですけど、まあ、全国津々浦々の美味しいものをいっぱい食べたプラス、この間台風あったでしょ。あの時に私すごいインスタント食品とか、まあ、あの日持ちするパンとかをね、備蓄したわけよ。それを全部完食で食べた。もうカロリーウェイトとかおやつ代わりに美味しい美味しいって食べて、まあ、好きあらばカップスープみたいな生活してたら、一気に4キロちょい太っちゃって、それが全部お腹に来て焦ってるんですよ。で、太ってきて出た弊害っていうのが、私結構ジーパンとか固めの素材のパンツ履いてるんですけど、こう座った時に一番上のボタンを外さないともう痛くていられない。今オセロニアのツアーで実況席に割と長時間座ってるんですけど、もう苦しくって、もう実況中にこうボタンとか外しちゃって、それ高梨くんに見つかって何してるんですかとか言われたりとか。で、この間の会場の時は一回ボタン外さず耐えてみようって言って頑張ったんですけど、家帰ってみてズボン脱いでみたらもう内出血で真っ黒になってて、それぐらいやばいんですよ。で、私ずっと運動部だったんで、もうその時から大食い早食いの癖が抜けきってなくて、今回本当にやばいなって思ったのが、今までの太り方と違うんですよ。ちょっと絵に描いて説明すると、これがね、横向きに座った時のジーパンやとするやん。今までは食べたり太ったりさ、こうだったよ。結構イカ水で食べたら食べた分だけ、その大食いの人みたいにお腹が出るんだけど、こういう感じに出てたお腹がこうなったんよ。わかるかな？あのね、多分でも筋肉がないから、腹筋がないから、もう多分内臓とかを支えきれなくて、もう一回折り返してからズボンに乗ってるんね。もう常々ね、体力がないとか運動せんととかね、ここ2、3年ずっと言い続けてきたけど、もう本当にやらないと、私このままではただの中年体型になるわ。ということでね、まあ、こうやって動画で表明することによって、逃げ場をなくして、私は今日からダイエットとね、筋トレを始めていきたいと思います。まあ、何をするかというと、基本的に、自分に甘いんで、しんどいこととかはしたくないし、無理なことはしません。まあ、2年ぐらいに1回の周期で私もは、ダイエットスイッチが入るんですけど、私が基本的に今までやってきたことをやろうかなと思っています。朝ごはんは普通に食べて、昼だけね、置き換えます。で、夜はご飯の量は半分にして、まあ野菜をね、たくさん取ろうといったね、生活ですね、食生活の面では。で、間食をやめます。間食でも最近本当にすごかったからね。もう甘いものとか食べまくって、そのカロリーメイドおやつにしてたぐらいだから、もう常にパソコンデスクの周りにお菓子がある。で、あのね、お菓子とかもね、途中やめられないんですよ。ポテトチップスとかも、一回開けたら全部ビッグサイズであろうが食べ終わるまで止まらないし、おせんべいとかも、一回開けたら気づいたらもうパリンコが一袋ないとかもあるあるなんですよ。で、もう間食は完全にやめます。そして、飲むお酒。まあ、常習的に私お酒飲むタイプじゃないんですけど、結構出張の時とかはね、飲んだったりするんですが、今まで生ビールを飲んでいたところを、ハイボールにします。やめるとは言わない。やめるとは言わない。で、昼食の置き換えなんですが、こちら長年お世話になっております DHC のプロテインダイエットってやつですね。どんなものかっていうと、まあスープパスタなんですけど、結構腹持ちがいいんですね。で、味が3種類あって、カルボナーラ、野菜カレー、クラムチャウダーってあるんですね。私ね、これね、前ね、このカレーね、グリーンカレーだったんだよね。グリーンカレーが好きだったんだけどね、野菜カレーになっちゃってるね。
まあこれでね、昼食ね、1週間置き換えて生活してるだけで、まあ2キロぐらいはね、割とスルッとね、落ちます。まあ独自流のやり方なんですけど、私はこの中に入ってるパスタを限界までふやかします。まあ水だからね、水あっちの方がなんか食べた感じするやん。まああとは空腹と食べたいっていう欲求との戦いだと思うんですが、もう今ね、完全にそっちの食べたいっていう欲求より、この腹がやばい、なんとかしなきゃの方が上回ってるから、割とねお腹空いてもね、苦もなく我慢できると思います。はい、こちらがですね、完成したものとなります。これでね、168キロカロリーとかで、まあプロテインが入ってるので、割とね筋トレとかともね相性がいいのかなと思います。パスタもね結構がっつり入ってるんで、全然腹持ちいいですね。で、私ね本当に早食いをね、こういう時直さなきゃいけないんで、ゆっくり食べて満腹感もね、なるべく出していきたいと思います。もう噛むことによって結構満腹中枢が刺激されるみたいなので、いただきます。味はね、普通に美味しいカルボナーラスープですね。全然あのプロテイン感は感じませんね。普段ならね、こんな量本当にガーって、もう飲み物で3秒で流し込めるよね。噛まないもんごちそうさまでした。で、ダイエットをしていく上で気をつけたいのが、急激に痩せないことなんですよ。なんか若い頃とか少々無理なダイエットとかしても、まあ僕ね、皮がついてくるんですよね。痩せた分にお腹とかにも皮がついてくるけど、多分ね今本当に急激にあの食制限とかして無理に痩せようとするとやつれるんですよね。そして老ける、皮がねついてこないの。だから本当にちゃんと筋肉もつけて、筋肉をつけて徐々に脂肪を減らしていかないと、あの引き締まらないんですよね。ただあのただただやつれる。で、続いて私が取り入れていこうと思っている運動なんですが、まあ、結構筋トレとかやってる人は聞いたことあるかな、プランクっていう、あの手でこう上体をね支えて、まあ、それを1分間キープするってやつですね。で、自分でメニュー考えたんですけど、私は2分2分にします。だからいろいろ見てると、片足上げるやつとかいろんな体勢があるんだけど、ちょっとやってみたけどしんどい。だから私はもう1日2分が限界だなっていうね。まあどんな効果があるかっていうと、まあ腹筋はもちろん体幹を鍛えて、まあ本当に痩せやすい体を作るじゃないですけど、もう本当にダイエット関係なしに基礎体力は必要ですからね。でもやっぱりね、無理なことはやりたくない、辛いことはやりたくない。だからまずは1日2分から始めさせてください。じゃあまずね、フルプランクってやつ1分ですね。この、よいしょ。この体勢を1分キープです。もうこの喋ってる間もやりたくないもん。それではやっていきましょう。もうダメかもしれん。もうダメかもしれん。やっぱ30秒にしようかな。やっぱ30秒にしようかな。もうダメかもしれん。私の1ヶ月分の運動量に匹敵する、これ。さあ次はですね、肘をついてやるやつやってきます。あーもう無理、さっきのが効いてる、さっきのが効きすぎてもう無理や。痛い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 
もういいでしょ。もういいでしょ。もういいでしょよ。いや、ちょっとね、やっぱ2分無理かも。1分にするわ。しんどい。もう痛い、もう。もういいな、もう絶対、これ、もう本当にこれだけやっただけで運動してなさすぎて、明日バキバキに筋肉痛になりますからね。でも多分ね、これね、1分でもいいから、毎日続けていくことが大事で、これが老後、本当に腰が曲がるとか、足腰が弱くて歩けないとかを防いでくれると思って、もう本当に老後のために頑張りたい。だってね、もう腰が曲がってね、もう足悪くしてから後悔してもね、もう遅いんだもん。やるよ。やる。でも1分。はい、ということで今回は決意表明動画を撮りました。まあこの動画がアップロードされてからまあ1週間ぐらいでね、まあ2キロぐらい落として、そっからは本当に運動とね、この筋肉の力でね、何度かね、このたるんだお腹をね、戻していきたいと思います。もしね、一緒に頑張ろうって思ってくださる方いたら、たまにね、こうコメント欄とかでね、まあこう定期報告みたいなのしてくれれば嬉しいですね。もう巻き添えです。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。